皆さんこんにちは。リレーフォーライフジャパン2021熊本の大会会長を務めております熊本県医師会の福田でございます。一言ご挨拶を申し上げます。さてリレーフォーライフは1985年にアメリカ人の外科医がグラウンドを走って、がんは24時間眠らない、あるいはがん患者さんは24時間がんと戦っているというメッセージのもとに、がん患者さんを支援し、またその支援をする資金を集めるために開催したもので、それが現在まで続いております。世界中に広がりまして、単に寄付金を集めるイベントとしてではなく、地域社会全体でがんと戦う連帯感を共有するための場として世界中に広がって、現在では30カ国で開催されております。我が国におきましても2006年に第1回がつくば市で開催されまして、2019年には6100人もの方々が全国で参加されたということでございます。本県におきましては2011年に第1回が開催され、2019年には1000人の方たちが参加するという盛況にまで至っておりました。ところが予想外のことに新型コロナウイルス感染症発生しまして、我が国でも昨年の2月に初めての感染者が確認され、その後急速に日本中に広がってしまいました。そこで残念ながら昨年の大会は中止せざるを得ませんでした。今年こそと張り切っておりましたが、また今年もですね、この新型コロナウイルス感染症第4波が襲来して、熊本では熊本県独自の緊急事態宣言が発出されるなど、大変危機的な状況になっておりまして、このウイルスの感染性の強さを考えますと、到底開催できる状態ではなかったということで、残念ながら中止せざるを得ませんでした。大変残念ではございましたが、一日も早くこの新型コロナウイルス感染症が収束して、来年こそはリレーフォーライフジャパン2022熊本をこの地で開催できますことを心から記念をいたしまして、ご挨拶といたします。